はい、こんにちは、バクです。魔剣シャア続きをやっていきましょう。リンカードンっていうところにいる。このリンカードンっていうのはこの飛行機の名前かな、もしかして。ブレインジャックステータスとかなんかいろいろあるんだけど、ブレインジャックステータス別々だった。魔剣データ媒体名カッケアンドレ、支配率 0%。 まあ支配率っていうのは多分ね、戦っていくことで上がっていくのかな。支配率が上がると体力が増えたよね前回ね。ちょっと説明書見てないからさ、まだというか見る気はないんだけど、ピープル、あ、なんかいろいろありますね。アーカイブというかインフォか。エリア、リンカードンって何なんですか。あ、人工衛星カズサのデータを参照。米中関係が悪化した現在、乗客を守るための攻撃装備と防護装甲が整っていない飛行機はフライトが全面的に禁止されている。そこで登場したスペクトラ繊維と複合網で作られた飛行艇プレデターの方が現在の主流となり、最新モデルリンカードンは非常に人気を集めている。世界情勢の変動により便数の変更はあるが、その航空網は世界中に張り巡らされている。画像を見る。あ、やっぱ飛行機の名前がリンカードンなんですね。正式名称は金沢総合学術研究所。北陸情報モデル地域に建設されたアジアで最大のイマージュ光学研究設備。まあ、ここ以外にもあるっていうことですね、そういう設備が。これね。所長、相模博光、研究員アン・ミラー、J.J. ジョーンズにより、医療器具である魔剣が開発されている。あ、医療器具だったんだ、魔剣って。そんな魔剣っていう呼称をつけますかね、医療器具に。このプロジェクトは、極秘のうちに進められているので、一般人の立ち入りは許可されていない。なるほど。まあ、ちょっとこの香港モスクワは見る必要ないかな。どうかな。まあいいや、やっていきましょうか。ステージ。マキーナ。違う、それはね、自分の名前だわ。まっすぐ進んでいけばいいのかな。リンカードンね。やっていきましょう。不安だな、このゲーム、本当に。あ、もう早速戦うのか。いや、逃げていったぞ。なんかバズーカがいるな。とね、前と体が違うんだけど。敵の弾を弾き返すと大ダメージを与えることができます。弾き返せるの。本当だ、弾き返せるんだ。は、早く行ってくれよ、もっと早くさ。アイテム回復そんないらないな、持てないよな。 OK、 ちょろいな。いや、まあ、こんなね、タイミング目押しでやっていけるけど、もっと混戦状態になったら難しいだろうな、多分。バズーカ、ちょっとこの飛行機の中でそんな重火器使って大丈夫なのか。敵の全滅、やってこん。ここからは本番じゃない。どうすこい、どうすこい。まだいる、まだいた。痛えな。何匹いんだ。いって、ほら、そうなるよね。早かった。タイミングが難しいんだ。痛えな。早すぎてもダメ？遅いのか、これ。危ねえ。マジ危ねえわ。結構ね、タイミングシビアですよ、これ。回復しよう。回復。あれ？戻れないかも。これもしかして。さっきの回復アイテム欲しいんだけど。なんだこれ。これな、な、なにこのポーズは。なんだっけ？これなんていう名前の体だったっけな。ハッケ、アンドレーか。アンドレー。うわ、いっぱい来た。回復よこせ、回復。いて、なんだ、どすこい、いんのかよ、どすこい。撃ってこい。あ、早、遅かった。早めにね、これ、弾き返さないといけない。タイミングね。いや、まだね、このアンドレは使いやすいよ、この体は。まだね。とはいえ、回復が欲しいんだが、回復ないかな。あれはなんだ、セーブポイントかな。セーブしていこう。念のため。大した距離進んでないんだけど。そんで、いや、下、今セーブしましたよ。何？触れちゃいけないのか。触れちゃいけないのか。どこだ？こっちか。
敵はいるのか。マップが欲しいな、マップ。これなんだ、エレベーターか。どっち側が開くのかな。こっちが開くことはないか。何？何の音？エンジンがやられてるんだけど。エンジンルームより火災発生。搭乗員は退避行動をなんちゃら。なんてことしてんだよ。繰り返します。搭乗員は退避行動に移ってください。脱出しないといけないな。クリア条件、制限時間内のゴール到達。あ、ゴールに到達すればいいのか。誰だ？今、ケイちゃんの声か。P アイテム。攻撃力が一定時間2倍になります。回復が欲しいんだけど、普通に。攻撃力上げてる余裕なくない？使った方がいいのかな？いや、あと2回ね、ダメージ受けたら死ぬんだけど。使うわ。できんのか？できんのか？あぶねえ。マジ怖え、これ。スリルがやべえよ。あと2回当たったら死ぬんだってば。ドスコいない。ドスコいんのか？あぶねえな。どこだ？どこに行けばいい？上に行くのか？あ、上に登っていく感じだな、これ。こっちでいいのかな？本当にこっちでいいのか？合ってる？これなんだ？あ、回復ありがてえ。回復しよう。安心。安心したぜ。これは何だ？ん？どういうこと？あ、動いた、動いた、動いた。ここに行って、ちょっと待って、待って、待って、待ってよ。ちょっと時間制限あるんだってば。あと4分以内に攻略しないといけないぞ、ここは。どこに行けばいいのか分かんないんだけど。ここ行って、多分こっち側に行くんだろう。この動き的にね。で、それで？そこか。こっち側に行く。え、それで？え、どっか行く場所ある？そこ下行っちゃっていいんだっけ？こっち側に行くわけじゃないよね。ここか。ここに行けばいいのか。わかんないけど。大丈夫かな？これ戻ってない。戻ってないかな？大丈夫そう。誰か人がいる。3号階もいるんだな。あ、さっきのお尻のお姉さん。敵の全滅ね。ちょっと横から殴んなよ。もう手一体だけになれば余裕でしょ、こんなん。ちょっと新しいスキルとかないのかな。もう一丁。オッケー、倒した。なんとかなりますね、意外と。なんか上がった？急げ急げ急げ。誰かいるんだよな、ここにオレンジ色の人が。この人は誰？パイロット。ブレインジャックを行う場合は、L ボタンで相手をロックします。ブレインジャックしていくの。うん。この肉体を支配しますか？支配していこうじゃ。パイロットっていう言葉。この人に乗り換えて、この飛行機から脱出していくってことかな。この脱出艇のパイロットってことかな。このアンドレイさんの体はここに置いていくってこと。大丈夫かこいつ。多分一般ピーポーだよね。一般ピーポーだよね。うん、脱出できるのか。脱出艇ね。自力で飛べるんだろうか。あ、そういう風になってるのか。ジェットがついてました。なんじゃ無事。なんちゃらっていう船から逃げることができましたね。起動してみてくれ。うん。これで治ったはずだ。治った。予備回線が問題がさ。なんだ、壊れてたのか。これで中央にアクセスできるか。中央。ところで、姉さんって何者なのかしら。うん。悪魔から世界を守ろうとする道楽爺さんだろう。うん、道楽爺さん。警察に顔が利くのよ。一般人とは思えないわ。D 氏の所有する経済コンス。あれ幽霊会社なんだぜ。幽霊会社。どうして今まで黙ってたの。話す必要がないからさ。幽霊だろうとなんだろうと給料さえくれれば問題ない。変な宗教団体だったら最悪。この子まだここにいるんだ。どうして K なんだ。どうして K がこんな目に遭わなければならないんです。お怒り。所長の身に何があったら彼女は一生このままなんですか。K のことなら大丈夫よ。
私たちが何とかするから安請け合いしないでくれ。それに俺を巻き込むな。ねえ、話を整理してやる。どうぞ、僕が振っていい。話を整理。 X 計画。医療機器じゃなくて生体兵器だった。魔剣は仕組んだのはリーシだろうが、所長も一枚噛んでた可能性が高い。この研究所は今この3人しかいないんだよね。さすがは操縦士ね。どこ？ちゃんと着陸できるんだもの。香港？ここでモスクワ行きの便に乗り換える予定だけど、私たちの行動は連中にマークされていると思うの。なんで？なんでわかるの？だから他の都市まで移動しましょう。他の都市まで。そこから乗った方が、あれ？敵がいる。妹を探してる余裕なんてないじゃない。敵がいる。モスクワまでの行き方はあなたに任せるわ。いや、見つかってるんだが。早くね。索敵能力高いな、敵も。今どこ？香港。見習い風剣士。なんて読むんだこれ。リーフェイ、フェイフみたいな感じかな。わかんない読み方が。セーブしとこう。なんか情報あるかな、ここのピープルに。あ、あるね。なんか、リーっていう名前の人が3人いるんだけど。リー、あ、これ最初の、あの人か。相模所長の入力データを参照。これなんて読むんだっけ？リー5種。この金沢総合学術研究所をスポンサードする。大華経グループの総帥。天孫流星の力を用いて世界を管理してきた風剣士の長でもある。人類を見限り、イマージュを掌握しようとした天孫流星を説得し、一度は封印に成功する。その際、天孫流星に危機感を覚えたリー氏は、金沢にイマージュ工学専門の研究所を開設し、ギネス博士に天孫流星の分析と、天孫流星に対抗できる魔剣開発を依頼したんだ。何、天孫流星って何ですか？だが、世界の再構築を目指して活動し始めた天孫流星を倒すためであっても、天孫流星と同じ力を持つ魔剣の開発には消極的だった。天孫流星が魔剣に変わるだけではないのか、同じことの繰り返しに過ぎないのではないのか、そういった不安が拭いされないでいるんだ。天孫流星って、あ、この一番上にあるね。これ何ですか？今急に出てきたね。リーなんちゃらの入力データを参照。世界を創造したバンコの脳髄。イマージュ世界に本体を持つ人類の監視者。バンコの作り上げたこの世界を守るのが使命。人じゃないの？天孫流星って。風剣士の始祖と契約を結び、代々の風剣士を手足として世界のバランスを保ってきたが、いつまで経っても愚かな人類に嫌気がさして、全人類のイマージュを掌握することにした。そこへ、主翼に走ったある風剣士によって封印が解かれたのだ。天孫流星は体を乗り換え、風剣士たちの追跡を巻きながら、イマージュ支配によって下僕を増やしている。
自分が管理する世界が人類にとって幸せだと考え、そのために様々な手で人口を減らそうとしている。天孫流星、アンノーンだね。なんなんだ天孫流星って、わからんな。そんでこの D さん、あ、家庭教師だ。香港から来た留学生で K の家庭教師。その実、君を目覚めさせ天孫流星を封じる使命を帯びた封建師なんだ。あ、この人封建師だったんだ。若くして修行にパスした彼はエリート中のエリート封建師だ。いや、その割にはあっさり死んでしまったな。だからこそ君を覚醒させるという重大な役を、あ、君っていうのは魔剣のことね。魔剣、僕、ペペチ、違う、マキーナね、リーチから命じられ、開発当初からこの計画に携わってきたんだ。K の家庭教師で、これから会いに行くのはこの子ね。私の妹で、私って誰、え、私って誰、誰、九天雑技団、九天雑技団に所属する封建師だ。私と共に聖地で封建師の修行を受けていたが、甘ったれた性格なのが災いしたのか、未だに一人前の封建師になっていない。天孫流星の調査団に入れたと喜んでいたが、調査団を見失ったのか、置いていかれたのか、私が任務の際に隠れ家としていた香港の家に一人で暮らしている。私って誰、A さんって言ってたのは家庭教師か。これ家庭教師の人が書いてるのか。じゃあ今からこの人に会いに行くはず。やってこう。香港ステージに入りましょう。どこに向かっていくんだ。結構ね、今見た感じマップがすごい入り組んでたよ。で、体はね、さっきのパイロットなんかまた新しい、あ、いたいた、ここにいるじゃん。その扉の奥にいるってことかな。この体で戦っていかなきゃいけないの。マジっすか。なんかない？なんもないね。やっていくしかないな。いや、チケ。これしんどくね？戦えんのか、こいつ。危ねえ。バズーカ弾き返せるかな、これ。あ、いける。意外と、マジか。一発じゃ倒せねえのかよ。ラグいぞ、動きが。そんで、登っていけばいいのか。なんだ、どこにいる。殴ってこねえのかよ。意外と戦えるぞ。間合いが取りづらいんだわ。どこに向かっていけばいい、こっちかな。あ、今気づいたんだけど、これカメラのね、カメラの、ちょっと待って、上下逆だわ、これ。見て、回復、ちょっと待って、コンフィグってないの、コンフィグ。あのね、この右スティックね、上下が逆だわ。情けだな。そんで、どこに行けばいいんじゃ。ここから降りてきたけど、行けないな。あ、この路地があった、路地。ここ登ってけばいいのか。そういうわけじゃない。なんだ、これなんだ。あ、これどうしようか。回復して取っちゃおうか。またパワーアップが手に入った。な、これ登っていかなきゃいけないのか。上をね、伝っていかなきゃいけないっぽい。そういう細かい動き難しいんだけど、これ。いや、いけたよ、意外と。ほんで、扉。なんか室内に入ってきた。敵はいないかな。いますね。待ち構えてるじゃん、すごい。何？電気を消しやがった。あの野郎。なんかさ、必殺技ないの？スマッシュ。稲葉スマッシュ。何稲葉スマッシュって。暗いんだけど。めっちゃ来てんじゃん。危ねえな。案外ね、でもこいつら、あ、危ねえ。びっくりしたな。出会い頭にいるんだよ。ロックオン忘れずにやっていかないと。いるんじゃない？ここも。ここもいる？ほら、いるでしょ？いると思ったよ。その物影。物影ね。絶対怪しいよ。電気つけて、奥に行けばいいのか。ああ、びっくりしたな。出待ちしてんのすげえうぜえんだけど。どこだ？こっちにエレベーターがあるけど。ここはぐるっと回ってるだけね。オッケーオッケー。エレベーターに乗っていこう。
この体一般人、待ちかまえすぎ、マジで。電気消すなよ、敵の全滅。あー、クソ、タイミング。一発じゃ倒せないってことが分かってるんだ。待て、怖えな、こいつ。撃ってこい。どうすこい。まだいるよな。もういない？いないの？あ、いるよな。絶対いると思ったよ。意外とちょろい。あのね、バズーカの弾をね、ちょっと冷静に対処する必要があるね。この辺は問題ないですね。なんだ、びっくりしたな。また電気消えてんじゃん、ここ。新たな技を覚えたよ。感電好き。下四角。これか。これ効くのが。ビリビリ。感電好きね。ビリビリ、ビリ。いや、いって。過信してはいけない。OK。そんで、電気をつけて、どこに行けばいいんだ？電気つけてどうしたらいいんだ？ここが行けるわけじゃないの？電気。回復が欲しいな。電気つけたけど？あ、ここか。あ、セーブポイントの1件。どうしようかな。時間的にどうかな。うん、時間的にはね、多分もう20分ぐらい経過してるんだけど、多分もう着くと思うので、ゴールに。このまま進めていきましょう。行けるところまで。なんだっけ、あの妹。家庭教師の妹。マジか。いいんだけど。どうすかい。強えぞ、こいつ。なにこいつ、硬いんだけど。そしてこれね、月の方が弾き返しやすい。めんどくさい、殴った方が早いわ。で、電気をつけて、回復が欲しいな。どっから来たんだっけ。道が二手に分かれてる、こっちか。回復欲しいな。回復じゃないのか。なかなかね、シンクロ、この左上のパーセンテージがね、上がってかないんだわ。あのバズーカを弾き返してるだけでは。着いたよ。着けました。ずいぶん遅かったわね。死んだのかと思ったわ。あなたがフェイさんの妹さん。すごい香港っぽい。そうよ。佐賀の所長をさらった連中は私の師匠が追ってるわ。私の師匠。だからあんたたちには別の使命を私があげる。インドのテレビスターシャージャを倒すのよ。誰？やつがテレビで流す電波は人間を無気力にするわ。うん。一種のマインドコントロール。人の心を操る危険なものよ。うん。ちょっと待ってよ。インドになんか行かないわよ。なんだっけ、ロシアに行くんじゃなかったっけ。父さんを助けたいだけなんだから。モスクワに行く話だったよね。何甘いこと言ってんのよ。魔剣に選ばれたんだから、人類のために戦いなさいよ。インドのシャージャは連中の部下なわけ。うん。奴らを放っておいたら、人類は滅びるんだからね。そうなんですか。そんなこと言われても。うん、モデルみたいな立ち方してる。どうしてあんたなんかが選ばれたのかしら。まあいいわ、実際に決めるのは魔剣なんだし、うん、どうなの魔剣、インドまで大スターを倒しに行くの。あ、選択肢が出てくんの。何この選択肢、シナリオが変わってくるんじゃないの。っていうかね、待って、あの魔剣に寄り添ってるケイちゃん、今どういう状態なんだろう。今普通に会話してたけど、ケイちゃんってどういう状態なの。どうやって言葉を伝えてるんですかね。ちょっと疑問はあるんだけど、一旦その疑問は置いておきつつ。インドまで大スターを倒しに行く？それとも倒しに行かない？ロシアに行くかインドに行くかっていうこと？どっちに行けばいいんだ？わかんないな。倒しに行こうか。なんかよくわかんないんだけど、そういう流れっぽいので行ってみよう。じゃあ風景師の修行を受けた。この私の体を使いなさい。いいんですか。師匠ほどの力はないけど、うん、一般人よりは使えるつもりよ。一般人ね。やつのスタジオへ入れるのはこの私だけなんだから。なんで。待って、ブレインジャックされた人は、うん、戻らないんじゃない。自分のイマージュを負けに食われるんでしょ。
そんなことは百も承知よ。これは風景師として生きる者の宿命なんだから、うん、お嬢さん育ちのあんたとはね、覚悟が違うのよ。覚悟が、覚悟がいいんですか。意識を失っちゃったよ。じゃあありがたく頂戴していきましょう。フェイシャンっていう名前か。媒体名フェイシャン、支配コスト1200イマージ、特徴素早い連続攻撃が得意、すべての弾をガード可能。いただいていこう。この肉体を支配しましょう。すげえ、すげえいいな。羨ましいな。風剣士の弟子。まだ風剣士見習いなんだよね、この子は。それでもね、まだ全然、今まで使っていた一般ピーポーの体よりはいいんじゃない？どう？あ、すごい、身軽。え、待って、なんかセーブしたいな。このタイミングでセーブしたいんだけど。いや、もうちょっとやっていく必要があるっぽい。どこに向かっていけばいいんだじゃあ。敵がいるな。降りてきちゃった。いっぱい出てきたよ。いっぱい出てきましたが。危ないな。危ない。痛い。意外と戦いやすい。で、意外と間合いが広い。オッケー、全部ぶっ倒しました。どっかにセーブポイントあるよね。うん、セーブポイントまで帰ってきましたね。じゃあね、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。どうやら次回、インドに向かっていくようです。まあ、当初はね、香港を経由してモスクワに向かっていくって話だったんだけど、話が変わりましたね。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。